2024年2月23日、さっきも朝早うから男の声で起こされたんですけど、そいつの声は昨日の夜23時台に車のドアの音がして向こうの方で、で階段足踏みしながら登ってきた男の声、もしくは車を運転した男の声かもしれないんですけども、足踏みしながら階段登ってきた男の声と似ている。で先ほど無理やり起こされたそいつの笑い声 でまた相変わらず車が止まってある。神戸331、ロー86の58、いつもの車。